はい、はいジョーケイコト、ジョナンスカマトです。昨年10月7日にイスラエルがハマスからのテロ攻撃を起きた際、約1200人のイスラエル人が死亡し、数百人が人質にとらわれました。この卑劣な行いに対する報復攻撃として、イスラエルは即座に反撃をしました。しかし、イスラエルとハマスの本格的な戦闘が始まって5ヶ月経とうとしている現在、果たしてイスラエル軍の反撃が正当な自衛権の 行ののにあたたるかかどうか疑問が持たれていますイスラエル軍の攻撃によりテロ攻撃にあったイスラエル人の25倍近くにあたる約3万人のガザ地区に住むパレスチナ人が亡くなっています国連機関の発表によるとこの3万人のうち約70%が女性と子供にあたるとされています 現状、イスラエルはガザ地区の南部に位置するラファというガザ地区の人口の半分にあたる避難住民が集結している都市への侵攻を計画しています国連安保理はアメリカの危機を除いた全会一致でさらなる人道危機を引き起こす恐れがあるイスラエルとハマスの戦闘の即時停戦を求める決議を採択しましたしかしイスラエルは国際社会ののけものになる可能性がありながらもラファ侵攻への準備を着々と進めています イスラエル軍はハマスの撲滅と人質の解放という2つの戦争目標を掲げていましたがどちらも近いうちに達成できそうにはありませんハマス撲滅はほど遠くイスラエル軍の攻撃により解放するはずであったイスラエル人の人質もなくなってしまっていますイスラエル軍が国際社会から非難を浴びている戦闘を進めていく上で最大の支援国となっていたアメリカですが民主党側からは ネタニフ政権を見限るべきだという意見が主流になってきています3月15日には民主党の上院院内総務でアメリカにおけるユダヤ系後人で最高位の人物であるチャック・シューマン上院議員がネタニヤフ政権の軍事行動がネタニヤフ政権の延命に優先順位を置いているとして選挙を通じてイスラエルで政権交代を起こることが望ましいというふうにシューマン氏は演説しています また、シューマー氏は演説の中で、イスラエルの現状の政策が軌道修正されなければ、アメリカはイスラエルに対して政策をかける可能性も同時に指摘していました。事実上の政変を求めるシューマー氏の演説を、バイデン大統領はグッドスピーチ、良い演説で出会ったと表現しており、イスラエル政府に対する最大限の不快感を表明しています。また、イスラエルでの政権交代に臨むということが、アメリカ政府としての総意であるということも、バイデン大統領は示唆しています。 同盟国が戦時中でありながらも政変を求めるという民主党の姿勢に対し、共和党上院のトップ、ミッチマ・コネルはグロテスクで異例の発言だと批判し、その他の有力な共和党政治家はイスラエルの最大限の支援が継続されるべきだというふうに主張しています。しかし共和党の中で唯一例外的な発言をしているのがトランプ前大統領です。イスラエル系メディアとのインタビューでトランプ氏ハマスを撲滅するための戦争が 完遂されるべきだと発言しましたが、それと同時にイスラエルの行動が国際社会からの支持を失っている事実も指摘しており、それへ戦闘が早期に集結されるべきだというふうに述べています。トランプ氏の政治的嗅覚は並外れたものがあり、またトランプ氏はその時々で政治的に人気がある立場を瞬時に嗅ぎ分ける能力に長けています。実際半数近くのアメリカ人は現状のイスラエルの軍事行動が 行き過ぎであるというふうに認めています少し前のアメリカではイスラエルに対する批判が許されない雰囲気があり若い時からシイスラエルの政治家として知られているバイデン大統領の影響により今でもアメリカ政府を代表して公の場でイスラエル批判がされることはありませんしかし民主党内部だけではなくアメリカの一般世論の間からも強いイスラエル批判が出てきていることはアメリカ政府への軌道修正を促す効果を生んでいます 先週国連でアメリカが即時停戦の可決を許したのもアメリカ国内からの圧力にバイデン政権が耐えきれなくなっていることを示していますバイデン政権は停戦決議は拘束力がないためアメリカ政府の対イスラエル政策に変化は生じないという見解を示していますしかし今以上に国内圧力が強まれば 選挙を目前に控えているバイデン氏は党内支持を固めるためにさらなる軌道修正を図る必要性に迫られるのではないでしょうか。ごご聴ありがとうございました